ね、えー、まあ、本当ですかね。広告料なしでここまで喋るってすごいでしょ本来だったらね、撮っていいはずなんですけれどもね、もうね、ずっとこの番組何年やってるんだっていうぐらい長くやってますけれどもね、たとえ広告止められようがね、1、えー、円の得にもならなくてもこうやって喋り続けるというね、おかげさまでね、あの、まあ、今もね、こう同時視聴者、同時接続者ですかね、えー、ってのが出てるんですけども、1000人超えてくるようになりました。これチョコ生ですよ。ズバリ言ったわけじゃなくてね、えー、まあ、1000人超えてくるぐらいのね、番組になりました。 ま、次はね、2000人を目指して、その次は3000という形でね、えー、こう頑張っていこうかなと思っておりますからね。ぜひ皆さんもね、そうですね。あの、まあ、この番組ね、長いことね、君たちもタダで聞いてるんだから、あの、多少なりともね、ゆきちさんとかね、えいちさん、まあ、ゆきちさんの方がいいかな。うん、えいちさんはちょっと新しすぎるという感じですね。 まあそのね、お札がいっぱい入ってくると嬉しいなということでね。まあ前々からね、皆さんにもお話しててる通りね、応用感の方ですけれども、えまあ桜井のね、こう、口座をこう、直接解放した方がいいのかなっていうですね、まあ考えてはいるんですけれどもね。でもな、口座をね、解放するとまためんどくさいんだよね。 まあ一応ね、支援をね、集めるだけの口座にしとくので、そこに入ってきたお金を全部ね、確定申告の時にね、まあそれをそのまんまこう印刷して税務署に送りゃいいだけなんですけれどもね、それでも33%だったっけ、えー、雑所得ですから33%取られるんですよね、うん。まあどうしたものかというところなんですけれどもね。 まあだからね、今後はまあ、桜井誠を応援する会。まあこちらは桜井が持ってる講演会ですけどね。まあただそのできることとできないことがあってですね、できる限り皆さんの支援もっていうことで、まあこの応援する会ともう一つね、まあ桜井に直接送れるようにっていうので、なんとかこの二つで、二本立てでやっていこうかなと思っております。まあ一人千円でも二千円でもいいから、あの支援をお願いします。まあできる方はね、